シャツ田中です。今回は久々にね、もう3週間ぶりですか。おー死ぬ。3週間ぶりのね投稿となるんでね、しかもこれあれなんですよ、3週間ぶりのその起動して初めての試合なんでね、ちょっとどうなるかわからないんですけど、変わったんですかね、このなんかいろいろねあるじゃないですか。いた、あぶね。相変わらず、おーっと面白いリスポーンだ。しかもリスキル、今の2位の人ってそうだよね、なんかこっだよね。おーすごい分かりやすい。へいへい、はい、サットちゃん、はい、サットコム、サットコムで、こうやって、いやーもうなんかマップ、この画面よりマップの方がね、なんかマップ見ながらなんかやってる感がすごいありますね。あ、死んでる。逆リスかな。なんか反応がある、反応があるけど、あ、いた。ウェイウェイっつっても途中参加なんだよなこれ、さりげなく。ここから、あー、うわ、ナイフ、ナイスケーターン。やっぱこういう時ね、あ、追い打ち、追い打ちだったら死んでる死んでる。追い打ちしてくれるって素晴らしくいいですよね。お、なんか引っかかってる。えいえいえい、いるの、なんかねリロードンは聞こえたんだけど、あー、よし、ナイスケーター、いいね。なかなか、やばい、ほんと、なんか、コールオブデューティー、コールオブデューティー、もうほんと久々すぎて、あー、いやー、ほんと久々、なんか、新しい、ほんと、ゴースト、ほんと、発売したんですか、みたいな、そういうレベルで、なんか、新鮮さがあって、ちょっと、怖いよ、怖いよ、いたいた。あー、やばいやばい、もうね、あ、またここでやってんのかこいつ。裏回ったろ、ちょっと待ってよ。あ、危ない、あー、エイムがすごいことになってる、ぎこちなさすぎ。ちょっとね、 BF やってたのもあって、なんかエイムがなんか、はい、ゲットで、あー、寝てる、あー、寝てる、こいつ死んでなかった、寝てた。本当に困るぜこういうのは。お、何グランドジャマー。いやもうなんかね、僕やこのゲームの発売してちょっとぐらいしかやってないんで、もう今初心者ですからね。もう本当にもうパークとかキルストとかそういう知識がね、もうね全くない。今あるのはこのよくわからん反応ぐらいですからね。もうまともにできてるかどうかわからん。あ、よし、そうそう、このエイムだけはね、やっぱり BF やってたのもあってか、まあなんとかできるわけですよ。それでああいたいた、なんだあのなんかよくわからん球体は。あ、終わっちゃった。てなわけで今回はまだステージの名前もよくわからないってね、本当にもう久々のコールオブデューティーでした。はい、またなんかあったら投稿はしていきたいと思いますんで、よろしくお願いします。では失礼いたします。